佐藤翔平は、日本の建築家。岡山市出身。日本建築学会賞、ベルカ賞などを受賞。1965年岡山大学附属中学校、卒業。1968年岡山、県立旭高等学校卒業。1975年、京都大学工学部建築学科を卒業。岡山県域を中心に活動を展開。 1993年建築家、岡田新一より、岡山県 CTO 建築家に選任され、健康の森整備事業エリア計画、及び基本設計に従事。1999年により、長野右平地設計による、旧日本銀行岡山支店を保存させるため、官民共同による歴史的建造物の再生プロジェクトに参画。施設完成までの13年間の長きにわたり、 施設が生まれ営まれるすべてのフェーズに持続的に関わることで公共空間の作られ方に新たな可能性を見出している。改修にあたってはすでにあるものを壊さず最大限保存し、新たに付加される要素のデザインはモデュールやプロポーションを実行することにより古典主義とモダニズムの同調性に着目したものとなっている。 2017年一般市民を対象に建築がどのような動機で生まれいずるものかをテーマに、ルネスホールにて、建築展、講演会、また作品見学会を開催している。2013年から2021年、兄弟建築会中国支部長。2017年、佐藤翔平建築展。ありがとうございます。